日本一を達成した阪神タイガース。外野手では日本シリーズでも活躍した近本浩二や森下翔太、ノイジーが目立っていますが、今年大きな飛躍を果たした若手選手がいます。その名前は小野寺団外野手です。今回は小野寺団について迫っていきます。育成1位を悔しがるハングリー精神。小野寺は京都昌栄高校時代、全国大会の出場はなく甲子園とは無縁でした。ただ高校通算20本塁打を放っており、実力は十分なものを持っていたと思われます。高校卒業後は大阪商業大学へと進学。2年時の秋から関西六大学野球のリーグ戦に出場すると、在学中に5本塁打を記録しています。主軸に定着した3年の春季リーグ戦では歴代2位の18打点で MVP を獲得。4年時の春季には打率5割で首位打者と MVP のタイトルを獲得しており、プロ入りへ実績を積んでいきました。いずれのシーズンもチームが優勝し、全日本大学野球選手権大会にも2度出場しています。そして2019年のドラフト会議で育成1位で阪神から指名を受けました。阪神渡辺スカウトは、体が強い、長打も打てるけど打点も稼ぐ勝負強さを持っている、精神的にも強い、母子家庭でお母さん一人で育ててくれたので恩返しができるよう頑張ってもらいたいと評価していました。ただ本人は支配下での指名を希望していて、残念ながらその夢は叶いませんでした。小野寺は母子家庭で育ち、母を少しでも楽にしたいという思いで小さい頃からプロ野球選手を目指してきました。そういう事情があり、育成ではなく支配下に強いこだわりを持っていたのです。支配下で行きたかったです。育成とでは全然違う。奨学金で大学に通っていましたし、契約金で母にお金を返して手助けしようと思っていたので、テレビで選択終了の声を聞くたびにいろんなことが頭をよぎっていました。とにかく一日でも早く支配下に、その次に一軍を目指したいと思いますと指名後に語っています。ここから小野寺のプロ野球人生は始まりました。プロ2年目、3年目は1軍と2軍の往復だった。2020年、プロ1年目は2軍で44試合に出場し、打率2割3分3厘と少し物足りない成績に。しかし、プロ2年目で素晴らしい結果を残します。4月に念願の支配下登録を勝ち取り、最終的に2軍で75試合に出場。打率3割1分5厘、出塁率3割9分1厘で首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得し、3年ぶりのウエスタンリーグ優勝に貢献しました。1軍でも不調の佐藤輝明に代わって出場機会が増加し、9月30日に甲子園でバックスクリーンへ初本塁打を記録しています。そして22年、プロ3年目で自身初となる開幕1軍の座をつかみ、4月21日には初となる満塁本塁打も放っています。ただ打率1割3分6厘と1軍ではなかなか結果を残せませんでした。このことに対して小野寺もやはり危機感を抱いていたようです。2軍だといい結果を残せているのですが、1軍だと結果を残せないという、自分で自分を苦しめている部分があります。自分にもっと自信を持って、相手を見下ろすくらいの気持ちを持って打席に立てるようにしたいです。やはり練習の数をこなさないと自信は持てないと思うので、その部分を増やしていきたいですと口にしていました。さらに、自分から自分を追い込むことに重点を置いて練習をしています。やはり外野手なので、打てないと使ってもらえませんし、打てなかったらすぐ2軍に落ちてしまうので、危機感をすごく持ってやっています。もう後がないくらいの気持ちですと胸の内も明かしていました。プロ4年目に覚醒。フォアボールが増えて三振が減り、打率3割4分7厘。1軍で結果を残せないことに苦しんでいた小野寺ですが、4年目となる2023年シーズンに急成長を遂げます。
自己最多となる43試合に出場し、打率3割4分7厘を記録。2軍でも150打席以上経った打者の中ではチームトップの打率3割5厘、OPS827 と好成績をマーク。試合数は少なかったものの、1軍で結果をしっかり残しました。2023年の小野寺のさまざまな打撃の数値をご紹介します。今季は1・2軍ともに 2.2% から 8.4% に四死球率が上昇し、26.7% から 14.5% に三振率が減少。打球方向にも大きな変化があり、逆方向への打球が昨年の 25.8% から 39.1% に増加。3方向の中で一番多くなりました。また打球速度にも大きな変化が見られます。打球速度はソフト、ミッド、ハードの3種類に分けられますが、今季は1軍でハードが 35.5%、2軍でも 37.3% と、ともに自己最高の割合を記録しています。得点圏打率も3割7分5厘とハイアベレージを残しており、打撃での得点貢献を示す WRC プラスは142で、大山、佐藤輝、近本に次ぐ数値を叩き出しています。1軍での空振り率は 19.4% から 13.5% に年々減少しており、打撃全般で大きな進化が見られますね。他球団のスコアラーもパンチ力に定評がある打者ですが、確実性が格段に上がりましたね。変化球への対応力が上がったことが要因だと思います。追い込まれても軽打でセカンドの頭を越える安打を打てる、穴が少ない打者ですし、クリーンアップを担える逸材だと思いますと、小野寺の飛躍を高く評価していました。ただスタメンでは小野寺よりレギュラーの近本はもちろん、ノイジーや森下が起用される場面が今年は多かったです。ファンの間では小野寺をもっとスタメンで使ってくれという声も多かったですね。来季もノイジー残留は決定していますし、外野手の競争に勝利しスタメンを勝ち取るためにも、小野寺にとって来季は勝負の1年になりそうです。インタビューのフューチャー描くレギュラーまでの道というテーマで、小野寺は自身が目指す未来予想図を吐露しています。まずは宮崎敏郎選手のように打率を残してバンバン二塁打を打つようになってレギュラーをつかみます。ポジションはやはりセンターしかないと思っています。近本さんが今は守っていますが、僕がそこに入って近本さんをレフトに追いやりたいです。それくらいの覚悟でレギュラー取りを狙っていきますと、近本にライバル心を強く燃やしていました。果たしてこのサクセスストーリーを叶えることはできるのか注目です。秋季キャンプで岡田監督が密着指導。外野が専門の小野寺ですが、今季の高知秋季キャンプでは毎日のようにサード守備に取り組んでいました。人生で初めてこんな内野ノックを受けたので、今までにないキャンプになった、体バキバキですと心地よい疲労感を感じていました。また岡田監督から密着打撃指導を受けていました。打った後にバットが三塁側へ飛ぶことを理想とするリストターン打法を伝授しました。小野寺は徐々に分かってきていたかという質問に、岡田監督は、それは分かっとるよ、できへんだけで、そんなすぐできへんわ、そういう興味を持ってな、やるいうのも大事やしな、キャンプの中では一番打っとるからの、一軍の戦力としていくやつはちょっとでもレベルアップせなあかんからな、と答えました。引き出しを増やす過程で飛距離も伸びるのかという問いには、そら伸びると思うよ、 T をやるだけでもあれだけボールの音が違うわけやから、ボールの芯で捉えてるというか、ボールに力が伝わっているというかな、と言っていました。同じ右打者ですし、岡田監督直々の指導は小野寺にとって貴重な経験になったことでしょう。契約更改で金額も大幅アップ。2023年オフに小野寺は契約交渉に臨み、880万円アップの1700万円でサインしました。
一軍のプロ野球選手の中では高いとは言えませんが、育成出身の小野寺にとっては十分喜ばしい金額だったことでしょう。難しい状況だったけど、その中で成績を残したことを評価していただきましたと小野寺。一方で球団からは、ほっとしないでほしい。育成の頃と比べたら給料もだいぶ上がったし、嬉しい気持ちもあると思うけど、ここからがスタートだぞと言われたと明かし、気を引き締めていました。また、二軍から始まって悔しい気持ちで始まったシーズンですけど、最後に日本一の一員になれたので、とても良いシーズンだったと思いますと振り返っています。来季はブレイクを果たし、レギュラーを獲得してもらいたいですね。ハングリー精神と裏打ちされた実力の持ち主、小野寺団に関して、エピソードやご意見、ご感想がありましたら、コメント欄にぜひお願いします。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。